明明白白で、で総理大臣まで上り詰めた。それも2回もですよ。1回目はお腹痛いって言われちゃったんです。2回目読み終わってきたらまだ出し問題とか言ってですね、本当にこれ個人の政治的野望のためにやってるわけで、被害者とか、まあ、多くの人たちのところにはの存在っていうのは全く無視した、本当に身勝手な方法で、まあ、総理大臣になったわけです。ですから拉致のおかげで総理大臣になったら少しぐらい恩返ししろよっていうのは私の正直な気持ちであります。で、ブルーのバッジってありますけど、あれの由来をお話しますと、あれは市民運動のとしてのシンボルだったんです。非常に純粋な、被害者と肉親とは離れているけれども、青い空と青い日本海とでつながっているよねっていう、そういう意味で青いものを身につけよう、で身につけて市民運動を盛り上げて犠牲者を動かそうという意味で、そういう市民運動のシンボルだったんです。犠牲者を動かそうっていうバッジを犠牲者がつけてどうするんだってことですね。皆さん欲しかったら今メルカリとかヤフオクで売ってますよ、ね、安倍さんバージョンが販売してる人もいますけれども、はっきり申し上げて国会議員であのバッジをつけている人は非常に危険人物だと思っていただいていいと思います。つまりあのバッジってのはあんた拉致問題やんねえのかよって言われて、あれはつけます、つける不明なんですよ。で一旦つけちゃうと、つけてたのに外すと票が減るとかそんなことはないと思うんですよ、今時。で結局つけてるよってだけで免罪符になっちゃうんですね。やってる感だけですね。いつまでつけてるんだと思うんです。でいろんなバージョンがあって、安倍さんはいつもつけてる、官房長官もつけてる、麻生さんひねくれてるからこっち側つけてますね。ですからね、なぜ拉致問題だけが最優先なのかって、日本中にいろんな問題があって、いろんな活動している団体やグループがあって、それぞれシンボルマークみたいなのがあると思うんですよね。だったら全部つけよう。そしたらどっかの司令官みたいになっちゃうんですよね。全部つけるかつけないか、少なくともブルーリボンバッジなんて外してくれよって思うんです。ですから本当の純粋な市民運動のシンボルがその閣僚とか総理大臣がつけてるって、これはもう終わってるなってしか思いませんね。なった時にめぐみさんの弟の哲也さんがですね、何もしていない人たちが安倍政権を批判するのは卑怯だって言ったんですね。安倍さんは一生懸命やってくれていると、私は安倍さんと共に頑張るって、あなた何者って思ったんですけど、お友達って思ったんですけど、要するに安倍さんを批判するのは卑怯だ。それマスコミも批判してるんですよ。マスコミなんて安倍批判してないのに、マスコミにも下品があるみたいなこと言ってるんで、マスコミはその分取り上げませんでした。おかしいなと思ってたら、今度フジテレビ系のテレビ朝出まして、また哲也さんが出て、あれはあの意味はよく何でも安倍が安倍がってネットで言われますよね、批判されるべきは安倍側の方たちじゃないですかって言ったんですね。うわこの人ネット食いをそのままだって思ったんです。もう本当にですね、もう目を覆うばかりです。で彼はこんなことも言ってます。南北首脳会談についても、キツネとタヌキの馬鹿し合い、北朝鮮も南朝鮮も息を吐くような嘘をつき合っている、これ韓国ヘイトですね、はっきり言って。
韓国関係ないですよ。それから総連を、朝鮮総連を取り締まれ、朝鮮学校の無償化反対、補助金を出している自治体をやめさせろとか、まあ八つ当たり腹いせとしか思えないようなことをばかり言ったりやったりしてるって、これはもうどうしようもないです。こんなこと言ってたら本当にみんなで世論を盛り上げようって、私は世論なんてあんなに盛り上がったじゃないかって言いたいんですけども、今はもう政府は自分が何もやらないことを棚に上げて、拉致問題が動かないのは世論が、関心がどんどん薄れていってるからだ、だから世論を盛り上げようって言ってるんですね。でこれはちょっと自分のやることを棚に、やるべきことを棚に上げてそういうことを言ってるのはおかしいなと思うんですけども、まあ、こういうしてるだけなんじゃないか。考えてみると小泉総理が2回目に訪朝したときに、彼らは首脳会談が2時で終わったんです、午後2時で。そうしましたらもっとやることあるだろうと言って外務省職員に詰め寄ったんです。会談を継続しろ。で小泉さんが帰ってきたら、今日は最悪だ、あんた総理プライドあんのかとか、総理はガキの使いかとかって言ったんですね。でそれがテレビで流れちゃって、あんたら何者なのっていうことを盛んにものすごい抗議あったんですね。あれだけ総理を批判した人たちが、今は安倍さんが一生懸命やってる、安倍さんほどやってくれてる人はいない、何をって思うんですね。本当に不思議です。で、まあ、副会の、本省っていうのははっきり言って日本会議です、幹部は。まあ、メンバー見ていただければ分かると思うんですけども、もちろん全国各地のスクール会の中には純粋な思いで助けたいと言ってくださる方がボランティア活動されていたりとか、そういう方ももちろんいらっしゃいますが、要するに幹部は日本会議です。ですから本当に今は家族会はスクール会の下部組織です。そういう状況になっていて、ものすごい、極右的な発想になっているので、やはり家族会っていうのは、まあ、一旦解散するか、救う会と離れるか、あるいはもうちょっとご自分たちの言動はですね、非常に極右的であるということを認識して早く覚醒してほしいなというふうに思います。김정은 동지 우리는 당신밖에 못